チェボクサルは、ロシア連邦に属するチュバシ共和国の首都である。ロシア語では、チェボクサルイ、チュバシ語では、シュパシカルと呼ばれる。人口は、約45万3700人。ボルガガワウガン、ニジニノブゴロドと火山の間に位置する、河口都市。市内は3つの地区に分けられる。衛星都市ノボチェボクサルスクを持つ。 8月の第3日曜がチェボクサル氏の日とされている。火山半国との戦いに向かうロシア軍が途中でこの町に滞在したことを記した1469年の資料に初めて町についての言及が見られるが実際にはそのずっと以前から町があったと考えられる。発掘では8世紀末から9世紀初め頃にすでに彫る ガルチュバシジンの集落があったと推定されている。17世紀から18世紀初めにかけて、ボルガ川沿岸地域の重要な交易地として知られていた。1781年、火山県の都市として登録される。19世紀初めの人口は約3500人。林業など、小さな工場があった。20世紀初めの人口は5100人。 ありがとうございます。